チリーン地図 Google ググマップ版水槽、久松忠しぼ版水槽は、愛媛県の県庁所在地である、松山市中心部に立つフランス風の館である。松山城の城山の南北に位置する、重要文化財に指定されている。廃藩地県される前の松山市は15万国とも、言われた松山藩の領地であった。その松山藩主の主家の子孫であり、伯爵の地位を得ていた。 久松忠志ぼが1922年に建築した別荘が万水荘である。万水荘は松山城の城山南麓の中原に建っているフランスルネッサンス風の洋館で、設計は後に愛媛県庁本館などを手掛けた建築家の季語七郎である。建物を万水荘と命名したのは帝母の子で時代当主となった久松貞武である。 建築面積428.78平方メートル、地下1階、地上2階建て、松山で最も古い鉄筋コンクリート造り、建築である。屋根は寄せ棟造り、スレート及び銅板吹き、屋根中央には、マンサード屋根、東南隅には先頭を設けて外観に変化を持たせる。平面は、正面車寄せを入って中央が、階段のある広間、東側は、表がロン、 裏手が食堂となり、西側には、羊室、配膳室など内向きの部屋を配する。2階は今、寝室などの居住スペースとする。玄関の床は大理石。玄関ホールの柱は、岡山産の万世石。正面階段の手すりは、継ぎ目のない内容地域材の一本木。各部屋には、色の異なる、大理石で作られたマントルピース。水晶のシャンデリア。 縦 4442mm 横 3106mm のステンドグラスで飾られているなど様々な衣装が凝らされている。踊り場の大窓に広がる海の風景はグラデーションを使用した繊細な色彩のステンドグラスでこれまでハワイ製と言われていたが2010年の愛媛県の調査により木内慎太郎の製作と判明した。 完成直後の1922年11月22日から24日まで皇太子摂政宮が滞在した。その後も皇族などの滞在場所としてたびたび使用されている。また、当時は社交の場として各界の名士が集まったという太平洋戦争終結後、米軍に接収される。接収解除後、1947年から松山商工会議所として使用される。 1952年から松山家庭裁判所として裁判官室、事務局等が入居。1954年より愛媛県の管理となり、同年8月に愛媛県立郷土芸術館として開館した。1979年に愛媛県立美術館文館と名称変更。1985年に愛媛県指定文化財に指定された。 2008年に改修工事が行われ、2009年4月から指定管理者制度の導入により、グタフッツアンと共に株式会社委員に運営を委ねた3月31日まで、2011年11月29日に本館と管理人者の2棟が国の重要文化財に指定された。松山城や現在の愛媛県庁からはいずれも数百メートルの距離で、 約10台の自動車を収容できる駐車場も備えているほか、伊予鉄道の市内線の最寄り駅からも直線距離で200メートル程度と公共交通機関でも容易に来ることができる。現在は所定の休館日を除いて昼間は一般公開されており、イベント展示会場としても利用されている。2011年12月8日から南海放送ラジオ番組で 万水槽アワーとして放送している。出演者は、当館長の八木健、当局アナウンサー月岡ひとみ当館スタッフ、松山ボランティアガイドである。過去の放送時間過去の出演者2014年4月5日から放送されている、南海放送のラジオ番組である。放送時間は午後6時から、万水槽にまつわる話やイベントを紹介する。パーソナリティは、 南海放送アナウンサーの中塚真希子である、月刊文化財579号万水槽のサイトには3階建てとあるが、同サイトで3階としているのは屋根裏である。ここでは重要文化財指定時の文化庁の説明や官報、告国記載内容に基づき2階建てとする。屋根と平面の説明は、月刊文化財579号による、万水槽ホームページニューストピックス。 万水槽ホームページ万水槽、ホームページニューストピックス建築面積床面積は万水槽指定管理者募集要項による回数については上の中央参照ありがとうございます